はい、こんにちは。やすですえー、11月22日のね。米国マーケットを振り返っていきたいと思います。今日のヘッドラインはね。パウエル再任金利上昇ハイグロ大きく下落というね。内容でお送り届けたいと思います。そしてね、今日からねサンクスギビングの週が始まりました。えー、サンクスギビングの週になりますとね。アメリカの方はね。あのー、まあ。 ね、長期連休を取っているので旅行に行かれたりとか、はたまたね、まだね、あのビジネスとしては営業中なので、あの仕事をねあの、サンクスギビング前に、ね、大きな案件をクローズするとかね、まあ、そういった結構慌ただしい週でもありますで、私もね、大きな仕事の案件、ね、今一つクローズ中ですってね、結構忙しく過ごしています。はい今日もね、最後まで見ていただいて、いい動画だと思っていただければ、ぜひね、チャンネル登録、いいねしていただければ嬉しいです。えー、初めての方、ね、自己紹介、こちらにありますけども、ね、ぜひ止めてみてもらえればと思います。えー、当社は自己責任でお願いします。 えとまあ今日はです、ねまあ、引き続き私はホールド様子見、まあ、もしね、あのーまあ、特に売る,売る必要もないかなとは思ってるんですけども、もしね、現金があれば、それは入れるのではなくて、しばらく様子見、まああの、ポジション動かさず、あの売りも買いもせずみたいな感じのイメージを持ってます、まあ、短期的にはですね。 ただ、長期的にはもちろん、ね、999中心に少し v t i を持っていく形、個別はハイグロ持っていく形がいいのかなというふうに、ね、思ってますけども、今日ちょっとね、この辺の考え方に関して、少し、ね、あの気になることがいくつかあるので、今日はね、ニュースはそんな大きくないんですけども、チャートとかね、そのをしっかり見ていきたいなというふうに思ってます。 まあこちら、私の意見だは、ね、ぜひ他の方の YouTube、t w ツイッター、ブログなども、ね、参考にしてもらえればと思います。で今日の、ね、概要はパウエル議長が再任したんですけども、え金利が大きく上昇して、その結果を受けて、ね、ハイグロ中心に大きく下落しました。きねこの辺あたりの、ね、因果を、ね、あの1つずつお話ししていこうかなと思います。 えー、指数チャートね、えー、たくさん見ていきます。えー、今日は、ね、ダウがプラス0.5なんですけども、S&P ンドピー、S P、がマイナス0.3になすだけはマイナス1.26って結構売られましたよね。ちょっと正直びっくりしました。ここまで売られるもんかっていうね。ラッセルがマイナス5.0で、ビックスが19.17なので、えー、今、この相場的には言うと、ちょっとこうなんかね、 まあ、パウエル催眠ぐらいでここまでショックがあるかというと、ちょっと意外だったんですけどもまあ、vix もピクンって反応してるし、ナスダックも大きく売られたので、明日以降まだまだね。相場がちょっとそのボラティティが高い状態が続くと思うので、あの全然こう。いろんなものが安くなったからといって入るタイミングではないなっていう風に思ってる思ってます。あのもう1日、2日ね。金利とか vics とかのね。様子を見ていくべきだろうという風にはね。思ってます。はい、ひょっとしたらね。明日も金利が。 どんどんどんって上がるようであれば、うん、売るとか、そういう選択肢も必要なのかもしれないなとか思ってます。えー、今日のね、ヒートマップを見ると、完全にテックがやられてますよね。もう左上のテックセクターがやられて、テック以外のセクター、まあまあ上がってるんですねっていうの思います。下がってるところも多いですけど、わりかしグリーンが多いかなという感じですよね。まあ、金利が上がったので、ね、このようにバンキングあたりとかも。元気なんですけども。このビザとかペイパルとか。 まあさかこの辺はあんま元気がないんですねというところは意外でしたね。うんはい、で今日金利なんですけれども、左が2年金利なんですけれども、過去最高に達到達しました、0.59、10年金利も1.627というところで結構高めになってるんですけれども。 まあこれはねあのいろんな今日ニュースとか記事を追っていったんですけども基本的にあのパウエル議長が再任して金利が上がったってことしか書いてなくてあんまりそこの因果についてあのなんか明確に述べているブログとか記事はあ私は見つけられませんでしたただ、まあ、私の予想済みですけども、えー、理由は2つあって、えー、1つ目はパウエルさんというのは基本的にあの金融緩和を、まあ、今後あの引き締めていこう金融緩和を、まあ、今テーパリングしてますけども テーパリングが終わったら金利を引き上げていこうというまあ。そういった考え方を一応基本的には持っているので、えー、今日のパウエルさん再任でこの金利引き締め路線が継続っていうことでまあ,ある。意味ね。こう債券が売られて金利が上がっていったっていうところが1点目ですね。で、2点目は直近ではあのパウエルさんじゃなくてこ、これブレイナードさんっていう方も結構その候補に上がってたんですよね。で、ブレイナードさんは？もうちょっとそのハト派でその金融。 緩和っていうところんな気をつけに金融,金融引き締めないっていうふうにこう思われたので、まあ、ブレイナードが来るのであればもうちょっとね金利が下がったまんまっていうところもその、まあ、債権投資家だったりっていうところがこう待ってたんですけども今日パウエルに決まったことによってあもうこれ金融緩和ないわっていうところで、ね、あ金,融金融緩和ない金融引き締め継続ということで今日は、ね、債権が下られて金利が 上がっていいたという,そう,いうここになりますす、はいまあ、れは私の意見ですあの記事の方では基本的にパウエルが再任されて金利が上昇ということしか受賞しか書いてなくてその因果は、ね、あんまり書かれてなかったんですけど今私がお話したことは私の考えになります。はい、で、S&P とかもしばらく高値を超えてないで今日まで下がっちゃったんでね、やっぱレンジまあね、何日か前に今後、レンジが続きますよって話しましたけど、まあレンジ続いてますよね。で、しばらくあんましあの、やっぱ上がってくる理由っていうのは少ないと思うので、 うん、まあ私はやっぱ12月15の FOMC ぐらいまでね様子見でいいんじゃないかなというふうに思ってますまあチャートを見てもね MacD とか完全に下回ってるしねあんましポンポンポンと上がっていくような、うん、感じじゃないんだろうなとは思ってますえニュース的に見てもねあの上がっていくニュースも少ないと思うのでここから先は、うん、ここから先ね、あのー、セーフタイム上限とか CPI とか FOMC とかがあるので うん、そんなにが上がる理由の方が少ないんじゃないかなって私は考えてます。き、はいえー、今日はい、999が大きく下落しましたね、これちょっとびっくりしましたね、今日はマイナス1.16ということで大きく下落して、200人地線から距離が11.89ということで、ね、ここまで戻ってきましたね。うんまあ明日以降も金利が上がっていけば引き続き売られることにはなると思うんですけれども。まあ ただこの、ナスダックを構成するね銘柄の決算とか好調ですので基本的には問題はないんじゃないかなと私は考えてますけども、まあ,あの明日の金利が、ね、安定すれば問題ないけど金利が上がっていくようだともうちょっと下がっていくかなというイメージですけども大崩れするイメージは持ってないです、今のところ、はい、ただね、ね今日、ハイグロがすごかったですよね、これ ARKW なんですけどもマイナス5.97ということで、ね、悲惨ですよね。ああ悲惨 WCLD、私もちょくちょく言ってますけどもね、こんな長い陰線すごい久しぶりですよ、これ。うん、ねえ、こ始まって一番下落率高いんじゃないですか、これ、マイナス5.57ということでね。うん、まあ、これさ、最後にコメントしますけども、まあ、ARKW も WCLD も、ちょっとね、あのー、バリエーションやっぱ高いなと思ってたんですよね。まあ、2月で大きく売られて、そこから5月をそこに株価上がってきたんですけども、ただ、その、 やっぱその企業の成長よりも株価の方がやっぱ先に上がっていったなという感じがすごいするんですね、まあ、それは PSR を見てって、あの2月よりも高くなっているものもいくつか増えてきたので、やっぱバリエーション的に高くなっていたのは間違いないなというふうに思うので、やっぱり今回、金利上昇によって、ね、そこが過敏に反応したというところはやっぱあったんだろうと思いますけど、それにしてもちょっと売られすぎじゃないかって、ね、思いましたけどもね、はい、ただ、一方であのいいニュースもあって、あのコモディティは続落しているんですよね。 まあ、こちら九月。真ん中が十月。で、今十一月なんですけど、やっぱ十月。九月十月っていうのは、こう伸びていきましてね、コモディティの値段が、でも十一月に入ってから、やっぱ。もう最安値、まあ、どん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 下がってきてるので、これ自体はね。まあ、いいニュースかなと思ってます。で、原油もね、あの、下がってきてます。で、これ先週の動画でやったんですけども、基本的に今コロナがね、世界中で拡大しているので。あのー。 景気が少し過、ね、熱しているのが冷え,冷えてきて、それであの原油の需要だったりとか、まあ、コモディティ、いわゆるそのいろんな、まあ、材料、まあなんかね、穀物だったりとか、貴金属とかの値段がそんなの上がりきらないというところが一応、原因としてはあるんですけど、もう一方で、今日あはパウエルさんが、えー、と再任されたことによって、あのまあ、金利が上がるじゃないですかで、金利が上がるとドル高になるんですね、基本的には。でドル高になると今度はまたこの,その コモディティとかオイルっていうのは相対的に安くなっていくのでそれも影響しているのであの今日ハイグロス下がったんですけどもマーケットの状態は結構良くなったんじゃないかなと私は考えてますこれこ私の個人的な意見ですけどもねあの金利は上がったけどドルも上がってでオイルもコモディティも下がるっていうことはやっぱり今までちょっと過熱してたのが少し冷えたっていうところもあってまあ結構このなんとかな あのコストインフレっていうところでは、ね、Q4 の決算で、ね、営利とか粗利で助かるところも出始めてくるんだろうなと思って、今は状態はいいのかなと思って、しかし、ドル高、進んでますね、うんまあ、あの世界的に見て、ね、金融緩和を占めてるところが多分アメリカだと思うので、アメリカの他の国以外のところは、まだ、ね、そんなにあの金融緩和を続けてるところもあったりすると思うので、まあ、ちょっとすみません、そこ、ちゃんと調べてないですけども。 まあ、ただ、ドルがねやはりあの金利が上がっていくというところで今、ドルが強くなっているという状況だと思います。でね、あのドル円もすごいですよね、115円に乗っ,っけてきましたね。うんでまあ、今後、ね、あの金利が上がっていくということが想定されれば、このドル高っていうところはまあ続いていくと思うので、まあ、私、為替はそんなのやってないですけどもね、基本的にこうドル高、円安っていう傾向はしばらく、ね、続いていくのかなとかね、私は今、考えています。はいまあなんでね あの株価下がったんですけどね、まああの、日本にいらっしゃる方からすれば、ね、円が安くなれば、まあ、その分、またこのパフォーマンス上がってくるんでね、うんまあ、そ,うそういうことなんだろうなと思う、私はね、ポートフォリオのほとんどがドル建てなのでね,、うんまあ、ね、いつか日本に帰ったときに、この道路をね、円転するときに、ね、円がいくらいになってるかっていう話ですよね。はい でね、ニュース見ていくんですけど、ニュースね、大きなニュースありません、えー、今日はね、パウエル議長が再任されたというニュースです、でそれ以上でもそれ以下でもなくて、まあ、とにかくまああのバイデン大統領がパウエルさんを再任しましたよということですね、まあ、一説にはね、やはりあの共和党、なんかそ再任するときにやっぱ多分その上院、下院の賛成が必要だとは思うんで、なんか必要かどうかみたいな記事があって、まあ、その共和党の支持をやっぱね、取り付けるため、で今後、そのね、 政府債務上限とか予算とかを打つ時にもやはりちょっとこう共和党の方に少しね妥協しとかないといけないよねっていうところもあってパウェル議長3人というところはあると思います一応パウエル議長はねどちらかというと共和党寄りの人だと思うのでまあ 来年の選挙を見据えてね、あんましここは事こを荒立てたくないよねみたいなところはね、記事としては書いてありました。で、ジムクレーマーが今、売ってるやつを損するっていうことをね、ジ、ま、ム、あ、クレーマーが言ってたっていうことだけはね、書いておきます。はいあのまあ、年末にかけてね、基本的に株価上がっていくもんなので、まあ、コロナだったりとか、今回の金利で売っててもあの上がってきますよっていうことは、ジムクレーマーは言ってますということですね、これはまあ、一つの意見としてね、参考にしてもらえればと思います。 で今日はもうね、所管のもうに行きますね、えーとーまあ。ここは基本的に変わってないんですけどもで今後のスケジュールもですねえ次は CPI ただ、12月10日の CPI はおそらくそんなに悪い数字は出ないと思います今、いろんな数字を見ている限りはねだから、この CPI を超えると、まあ、結構、インフレ収まってきたねということでここで株価が上がる可能性もあるけど12月、ね、14、15の FMC ですよね、ここはやっぱり金利引き上げの予想が出てくるので。 今日のね金利引き上がってこう株価がガツンと下がったところを考えると、この 12, 14 12月の14、15で FOMC のメンバーの金利予想、FMC って18人ぐらいメンバーいて、四半期に1回ねあの今後の金利見通しをねメンバーが予測するんですよ。この12月は確かそれだったと思うんで、すよねなんでまあそうじゃないにしてもあの金利に関するコメントとかあれば、やはりここっていうのはちょっとね 注目ポイントになるだろうなというふうに思ってます。また政府債務上限とかも、ね、解決してないですからね、今から15にかけては、ちょっと相場ね、ボラティティ高いんじゃないかなってね、うん私は思ってますけどもね、うん、はい最後、所管なんですけども、えー、パウエル再任を受けてね、金利引き上げの路線継続と見なされて、金利上昇ドル高、そしてグロース売り一気に加速したんだろうなって私は考えてます。はい であのー、パウエルさんが再任されること自体はサプライズではなかったはずです、大体いいマーケットはほとんどパウエルになるだろうということなので、まあ、一過性だとは考えてます、この金利が、ね、急に上昇したのは、だから明日以降、も金利がずんずんずんで上がらないんじゃないかなとは思ってますけどもね、うん、ただ、注視は必要です、ただ、より注目すべきことは、これ、今日の動画で一番伝えたいんですけども、今日金利1点 62とかぐらいですよ、ね、このこれぐらいのことってちょっとグロス売られすぎじゃないっていうのは正直思いました、うん、この1.62%ぐらいっていうのは過去3回か4回ぐらいたびたびこうタッチしてる領域なので,でしかもパウエルって別にそんなにサクプライズでもないのでそれでここまで売られるかっていうのはちょっと正直思ったんですよね。ただあの一方でその、まあ 前回の動画、サーズの動画ではバリエーション高くなってますよって話なんですけど、やっぱバリエーションにすげえセンシティブになってるのは間違いないなと思ってます。えっ、ー、と、2月、3月ぐらいね、株価が大きく崩れて、それで5月から株価上げてきましたけども、正直5月から見ても株価40%とか60%上がってる銘柄がある中でね。 ただ、ね、YOY50% の会社って、ね、言うなれば年間50%しか成長しない中で5月から今に至るまで、ね、50%とか100%とか成長してきた銘柄っていうのはやっぱ、ね、売られる、まあ、その企業の成長でも株価が早く上がって,るっているのは間違いないと思うので,で特にそれは、ね、その一部の銘柄に集中しちゃっているんですよねそのバレーションが高いっていうのがだから、まあ、かなりセンシティブになっていて。 ピクンと動くとこの高すぎるバリエーションというのはすげえ反応しやすいんだろうなというところがね思った一日でした。うん、なのであのやはり今後こう投資をするにあたってこう株価が上がってるからって入るとその、ね、1ヶ月2ヶ月以内にある金利上昇のイベントでガツンとやられるので結構辛抱強くあのなんうのかな待つことも結構重要な相場なんだろうなというふうに思ってて。あの ね、あの今年末も、ね、あの1月もいい状態にはなるなとは思ってはいるんですけども、あのー、こう株価が上がっている時に入るとやっぱ金利状態でガツンとやられるんでやっぱこう金利が上昇して株価がガツンっと落ちたタイミングで入れていくっていうところを辛抱強く待たないと、まあ、なかなかちょっと難しいのかなって今はね考えてます。うん なんで今後 FMC でね金利引き上げっていうところが出てくるんですけども金利がね上がるたびにガツンガツンガツンって落ちることもあるかなと思っててただ年末年始っていうのはまあ多分アメリカ人の投資家がみんなねパフォーマンスいいって信じてると思うのでこの11月、12月にかけてはやはりいいと思うし1月も決算があるからいいと思うんですけども1月の決算が終わった後の2月。 2月あたりになるとね決算、まあ、も終わりあの次の金利上昇も見据えたところでねやはり金利がまた1.7とか1.8とか上がっていくとそこでドカーンっていられるのかなとかね、まあ、今日の動きを見るとそういったところを警戒せざるを得ないなって正直 思ってまあ、はいまあ明日以降もね金利上昇が止まらないとやっぱすごく警戒する必要があって少なくとも入るタイミングには全くならないと思います、うんまあ明日ね金利が落ち着けばねまあ別に人によっては僕は入らないですけども別に入っていってもいいかもしれないかもなと思うんですけどもただ明日以降もね金利が上がってビックスが上がるようだと全然入るタイミングではなくて基本的にはホールドするホールドはしてもいいけどキャッシュ はもう入れずにねしばらく金利が落ち着くまで持つとかそういう感じになるのかなというふうにはね思ってまますはい、まあ、ただ注射するけど崩れるものではないというふうに思っているので。あのー 思ってます、まあ、特にインフレが少し落ち着いてるるというところも、ね、加盟して、大きく崩れるものではないので、ホールドはするものの、今あるキャッシュは特に入れずにね、あのー、まあタイミングを見計らって入れていく、まあ、1月1日15日ぐらい、CPI の10日か FMC の15の、そのあたりで、ね、やっぱり入れていくのがいいのかなと、私自身は考えてます。うん、私自身は売らず 逆差しに、ね、引っかかったものはキャッシュのまんま、まあ、逆差しに、ね、引っかかるって売,売ってるんですけどね、まあ、逆差しに引っかかったものはキャッシュのまんまで、待機してるキャッシュも待機のまんま、でその12月1から15ぐらいの時に、まに、あ、指数も個別も、ねまあ、再度追加していこうかなみたいな感じで私は考えてます。これは私の完全に所感で意見なんでね、ぜひね、ほの,の方の YouTube、ついたブログとかも、ね、参考にしてもらえればと思います。というわけでね、えー、今日ちょっと短くなりますけど、引き続き、ね、こちらの後でサポートいただけたら嬉しいです。というわけでね、今日は11月の えー、22時の、ね、米国マーケット、パウエル、再任期り上昇、ハイグロ、大きく下落でね、内容でお届けしました。ではね、また次の動画でお会いしましょう。バイバイイ